おー、皆さんこんにちは、あやです。今日は日本のジェスチャーを8個紹介します。はい、余談なんですけど、昨日じゃーん、インディージョーンズ見に行きました。すごい楽しかったんですけど、私3回くらい寝ちゃったんですね。映画館行くと絶対寝ちゃうんですよ。わかりますか皆さん。友達にもう絶対私と一緒に映画見に行かないって言われたこともあるぐらい映画館で寝ちゃいます。はい、っていう感じで今日はジェスチャーを紹介していきたいと思います。まず1つ目、おいでおいでとか、来てください、こっち来てとか、そういう時に使うジェスチャーですね。アメリカではこういうジェスチャーかな、カモンみたいな感じ。でも日本ではこうやるんです。おいで、こっち来て、こっち来て、早くこっち来て、こういう手招きをします。アメリカだったら Go away っていう感じかな。でも日本だとこっち来て、こっちおいで、おいで、おいでっていう感じですね。2つ目、違いますっていう時のジェスチャーですね。日本では違います、違いますってやります。例えば、あやさんですか、あ、違います、あやじゃないですみたいなね、違います。でもアメリカだとこう臭いっていうジェスチャーですよね。日本だと違います、横に首を振って手を横に振ります、違いますっていうジェスチャーです。じゃあ次ね、次は3つ目、自分を指すとき、自分を指すときは日本だと顔を指します。自分、え、私、私ですか、こういう感じですね。でもアメリカだと、あ、me、 こんな感じ。そう、日本だと顔を指さします。私、こんな感じですね。はい、4つ目、ダメ、ダメっていうジェスチャーですね。日本だとこういう感じ、バツ、手でバッテンを作ってバツ、ダメダメとか、こうダメってやりますね。アメリカだとこういう感じかな、日本だとこうやったり、こういう、こんな感じでバツ、ダメを表現しますね。5つ目、安心したとき、ほっとしたときはこんな感じ、はぁ、こういう感じ、胸に手を当ててほっとしたみたいな感じで表現をします。はぁ、安心したとか、はぁ、よかったとか、そういう感じですね。次、6個目いきます。6個目、頑張ってください、応援するときね、頑張ってって応援するときは拳を作ってこんな感じ、頑張って、ファイト、頑張れ、こうやって応援します。頑張って、頑張って。はい、7個目、お金を意味するとき、アメリカだとこうかな、日本だとじゃん、こういう感じ、人差し指と親指で丸を作ってこういう風に見せる、これがお金の意味です。お金、お金最後ですね。最後はもうほんとおなじみですね、写真を撮るとき日本人は必ずピースします。はい、チーズ、カチャみたいな。なんでピースするんだろう、こうやって両手で作ってこうやったり、顔ちっちゃく見えますねこれは、とか横でピースしたり頭の上に開けたり。でも最近はピースよりは韓国のピース、ハート作って撮ったり、韓国で流行ってるこのハート、親指と人差し指でこうやってハート作ってこうやって撮ったり、数年前に流行ったんですけど、まあでも今もやってる人もいますね。最近の流行りは なんだろう、あんまりね、流行に敏感じゃないからわかんないんですけど、まあでも今でもピースする人多いですね。はい、チーズとピースしたり、韓国のハート作って
ピースしたり、まあでも定番はピースですね。はい、絶対ピースしますね、日本人は。なんでだろうね。はい、わかりませんけれども、そういう感じで今日は、日本のジェスチャーを紹介しました。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価嬉しいです。じゃあまたね、バイバーイ。